本とはあるいは本棚とは一体何を象徴しているかについて考えていこうと思うんです。けれども、これまで例えば断捨離塾で食器棚の断捨離ってあったんですよ。あの食器じゃなくて食器棚の断捨離っていうことでで、その食器棚っていうのは実はその自分。 や身内に対するもてなし感とか、うん、セルフイメージみたいなことが投影されるっていうお話だったんですよね,で,すねで、はい、まあこれはその断捨離の三つの生命で言うと精神的生命、うん、精神的命みたいなことだと思うんですけれども、うん、あるいはお風呂とか洗面所とかトイレ、うん、あるいは寝室みたいな場所は、うんうん、その肉体的な命みたいなものを司ると、うんうん あの先生がバスルームうん、うん、ベッドルーム便所、うん、っていうお風呂の断捨離聞いていただくと分かると思うんですけど、うん、まあ日々の疲れをリリースする場所だということで、はい、まあそういった場所から断捨離を進めていくとその自分の疲れを手放して元気も取り戻せるようなんていう提案もありました。 でもちろん一概には、ね、言えないんですけれども、うん、あのそんな紋切り型には言えないとは思うんですが場所別に大体そういった解釈もできるっていうのが断捨離の面白いとこかなとも思うんですがじゃあそうですねその前にねちょっと話を整理しておきたいと思うんですが、はい、私ね食器、はい、そしてその食器が入ってる食器棚ですね。はい、食器とは何かっって思った時に、はい 食べ物のお洋服だなって思ったことがあるんですよねだから食べあの裸でさらすんではなくこの器に入れてあげることによって、はい、このお料理が引き立つ、はい、だからあ洋服だなって思った時がある、はい、じ,ゃあじゃあその前に洋服って何かって書いたら、はい、裸の私たちを包み込んで、えー、自分を守ったりあるいは演出してくれる、はい、まあ装うっていうね、はい、こうどんな舞台でもね、はい、こう人生の舞台だとしても。 その舞台には舞台衣裳っていうのがいるんですよね。はい、でまして、えー、本当にこう経験な気持ちになる時には、はい、ね、肖像っていうのがあるわけだから、はいはい、その私たちを包む服、うん、まあ自に包む服、うん、それから自分の中ににの体に取り入れる食べ物って、はい、やっぱりすごい。 深い意味があって、はい、どんなふうに自分を包んでいくかっていうのは実に大事なことだと思いますね、はい、でじゃあ本って何かって言ったら、はい、口に入れるもんじゃなくて、はい、頭に入れていくみたいなね、はい、あるいは感情に入れていくここ気持ちにいい<ー>心に入れていくみたいな、はい、そんなものだと思うんですよねそで,ねでそれはもちろん今の自分にぴったりしてああ美味しいっていう風うに言いたいん、はい ももものもあるけれども、はい、その演出効果っていう風に考えてたらね洋服にも私たちを演出する効果がある、はいでえー、食器にもお料理を演出する効果がある、はい、で高い演出効果って必要じゃないですか。はい、でじゃあこの本は頭の中コの中に取り入れていくんだけど、はい、どんな演出効果があるのかなっていう風に思うと、はい、ちょっと話見えてこないかな。<ー><ー>演出効果結局、ね 自分を演出したいんですよ。ええー、中に取り入れるものなのに。中に取り入れるもんなんだけど、こういうことね。あ、私こんな本読んでる、すごい私みたいな。ああ<ー>、読め読でもないのに、うん、みたいなね。うん、いや、それこそつんどく状態ですよね。ね見え、うん、見えないおでまみたいな。そうそれをこう自作自演でもあるし、無自覚な自作自演でもあるかもしれないし、はい、意図的な、はい。 演出をししてるのかもれないそれちょっと分からないけど分かって認めて私実はこんなにすごいのよっていうような感じを本あるいはその本が詰まってる本棚で結構やってるなって気がする。そうかもしれないですねでこれを一言で言うとさっき本は知識欲ってまあ生理的なね食欲と並びうるまあ 私たちの自然な欲求、はい、知識欲だけど、はい、それをもうちょっとひもくと、はい、自分を認めてよっていう承認欲求のね、はい、現れみたいに感じるんですよ。でも過剰になるととおかしいことだ、はい、まして承認欲求なんかは、はい、もちろん私 今あります「分かってほしい認めてほしい」うん、って言ったけど、はい、これがが過剰にななるとややっぱりららしいだよねね <laughs> 残念絶対あってしかるべき自然な欲求だけど、はい、こう断捨離がで不足でも損なわれるよ過剰でも同じように損なわれるよとでいつも申し上げてる、はい、それが断捨のベースだから<ー>この欲求自体も過剰になると「うん、いやらしいな」 っていう感じを受けますねでもしかも本自分は無自覚だったらもっと残念じゃないですか、うん、なんか読んでもない本をずらーっと並べてね「そうですねどうすごいでしょう分かってよ」っていう声が本棚からねなんかこうダイレクトに聞こえてくるような感覚、うん、でもそこにいる本にはそれが分かんないとなるとね。いやそそほとんど無自覚でしししょう恥、ねうん、恥ずずかかいいな <laughs>、うん、まあ 逆に言うとまあ人間誰でもねコンプレックスなんてあるもんだし私なんかもコンプレックスいっぱいあるけどそのコンプレックスの裏返しとして、うん、この承認欲求が過剰に走った状態が、はい、もし本棚に出てるとしたらいやーって感じ結局ねいつも思うんだけど。はい 自慢話する人って嫌でしょ<ー>聞いてて心地よくないですね,で,すねで,でしょうん、うん、で、じゃあなぜ私たちは自慢話かとすると自分がすごい存在だって分かってほしいから、はい、自慢話をするわけだよね、はい、でも本当の目的は、うん、自慢話をすることによって自分がすごい人間だっていうことを、うん、という結果を出したいわけだよね<ー>ところが自慢話をする人は その逆効果に気がついてるのあ<ー>何あの人自慢話ばっかりしてって言ってうん、うん、なんか小さい人みたいに思われるわけじゃん、はいはい、望む結果は全くかけ離れる真 <laughs> <ー>逆の結果なのに自慢話をしているわけだよね<ー>だからそれを本棚でやってたとしたら、はい、え残念というか痛々しいっていうねいやなんかだんだんちょっと、うん、あの ちちっっゃくなてきました自分がでもそういうなんかねだからそれだけこの「分かってよ認めてよ」っていう欲求は自然にある。いやでもねそう自分もそうだなと思いながら聞いてたんですけどそもそもね自作自演したってそうそう人が私の本棚を見に来るわけでもないのでおかしいなって思ったのが一つと。 <laughs> あとはその何だろうやっぱ本って自分が得たいステータスみたいなのがあったとしてそれをすごい手軽に手に入れられるその一番こう頭にすぐ浮かぶ要素っていうかものかなっていうふうに思いましたね聞いててねもちろんそれがあのレコードとか CD とかの方に走る人もいるんだと思うんで「私こんなすごい音楽聴いてるの?」とか。 までも一番手っ取り早いのが本なんですよね結局ね YouTube をご覧くださりありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますさらにお得な情報はここからゲットしてくださいね